ダブルキャスト8回目。なんかタイトル画面が変わりましたね。そっか、やっぱり前回なんとかかんとかでグッドエンド、初めてねグッドエンド入りまして、それでか今回もグッド目指してですね、いろんな選択肢を選んで、やっぱ終盤だよな、終盤の電話のところとかがちょっといろいろと変えてみたいなっていう気はするんだよね。美月に電話したら、まあ当然バットだろうけど、試してみたい気持ちはあるんだよな。はい、では改めて最初からいきたいと思います。いやー、しかし本当奥が深いゲームだ。番外編ってなんだ、番外編が出てきた。そっか、これもグッドエンド出したから番外編行ってみる。頭からやるつもりだったけど、出てきたんなら行ってみよう。番外編ってなんだ。毎度ありがとうございました。さすが AK ひいきの店、たっぷり堪能させてもらった。それではみんなでお酒、あなたの気持ちで次の店に臨もう。時系列的にこれもしかしてグッドエンドのその後か。ダブルキャスト、いきなり選択肢、もうちょっとなら平気かな。部長、僕はもう、いやいや、いくらでもお酒が飲める男だというところを見せてやりましょう。霧島で行くぞ。黒霧島でよろしく。ありがとうございました。春から秋に来ましたね。やっと調子が出てきたな。準備運動は全て終わり、ここからがまさに本当の戦い。このマッスル二人酒強いな。いや、こうなったらとことん付き合おうじゃねえか。行こう、飲みに行こう。こうなったらどこまでもついていくぞ。僕も元気で付き合うよ。二村、なんていいやつ。よし、もう一軒だ。 AK はね、酒飲みがひたすらきついっていうエピソードもあったから。なんだ、 AK ほんのりに、あれ、あ、やっほー、ここに繋がんのか。なるほど、プロローグ、これで酔いつぶれて赤崎か美月に出会うってことね。君は一体。そんな、誰なんて水臭い。そういうことか。もういいんじゃないんだし。なんだ、グッドエンドもその後で美月とイチャラブできんのかと思ったけど違う。最初は何もしないって最初だ。急に人が変わったみたいになって。これでも多分本編入っちゃった感じかな。お前だって分かってて来たんだろ。おい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 、それにこんなこと誰だってやってるって。子供ができちゃうよ。金持ちだから金だったら好きなだけやるなんて言って。これそうで、あ、そうだよね、既読スキップになって。そっか、じゃあうっそぶー、冗談だよ冗談、うっそぶー、どうしようか。ほら、戻れない、戻れないな。カラスの餌になるのに助けといたんだよ。多分RL 同時押しでスタートセレクト。ほほ、あれ戻れない、戻れない、あれ戻れない。戻れないや。ちょっと待って、ここ一気にスキップしちゃいます。スキップしてさっきの飲み会やり直そう。そっか、本編入っちゃうんだな。女の子のほのかな匂いっつってね、おっぱいの話は聞いておこう。でもこれ本当にね、ここで3サイズさらっと答えてんのがなかなか確かに怪しいっちゃ怪しいよね。実は記憶喪失じゃないっていう、演じているだけなんだ。美月が、ん？違う。志保ちゃんの中にいる美月が演じているっていう。病院で見てもらえ、お前は。まだ言うか、バカも。褒めても。あ、これ。僕は結構ナイーブなの？意外と既読スキップつかない。なんか言った？なんでもないです。白状すると、病院ってなんか苦手なの。あ、やっぱり、僕も嫌い。まあ病院が好きだっていう人はあんまりないけど。そういうんじゃなくて、なんか病院で嫌な経験でもあったの。ここで結構重要な会話してんだな。分かるよ、幼児体験とかでそういうの誰にでもある。
でもそれがなんだか思い出せないんだ僕のとこには来ないでくれ、警察に頼め。わかったよ、コーヒーごちそうさま。なんとかなるでしょきっと。あら怒っちゃった。あれ、あちゃ見事に振られちゃった。あれこれでうち、あバッドエンドだバッドエンドか。このバッドエンド初めて見たな。でもうん、あまりレディーには失礼のないようにな。これいけないんだ。へえ、この段階でバッドエンド入るのは初めてだったな。あバッドエンド01少女、そっか、ここが一番早い段階でのバッドってことなんだね。うん、あでもちょっとサクッと終われたのは良かった。ちょっとさっきの番外編は頭からやりたいんですよ。あ一応セーブはしておこう。うん、番外編でどうっすか、早い段階で帰りますか。ちょっと悩ましいところだな。うん、はい、改めてじゃあ頭から。そっか、あれで酔いつぶれて赤坂美月に出会うっていう流れなのね。ここから始められるかな、今のバッドエンドから。お、来た番外編、春眠、はい、ありがとうございました。春眠でここでもう帰ろう。さすが英検ひいきの店、たっぷり堪能させてもらった。それでは新たな気持ちで次の店に臨もう。ダブルキャス、部長僕はもう、あ可愛い部長可愛いな。部長がね、なんかどんどん部長が好きになるゲームでもあるかもしんない。もちろん美月がメインヒロインなのはわかるんだけど、部長から見ればどんなやつだってだらしないですよ。普通だったら無理にでも引っ張ってくんだけど、今回だけ許してあげる。おお。その代わりちょっと気分悪いんだって、翔子ちゃん送ってってくれる。翔子ちゃんお尻すごい体勢になっちゃってるけど、翔子ちゃん大丈夫、歩ける。はい、かわいいかわいい大丈夫。おい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 、酔いつぶれた翔子ちゃんを、これまさかの翔子ちゃんルートか、まさかの翔子ちゃんルート来たかもしんない。じゃ頼んだわ、翔子ちゃんに変なことするんじゃないわよ。送り狼になっちゃう、しませんよ、子供ができちゃうよえこれ翔子ちゃんルートっぽい。いや今まで翔子ちゃんって何気にそんなに出番がなかったから、いいキャラしてんのにもったいないなと思ってたんだよ。正直だって今までで一番目立ってたシーンって、お風呂で惨殺されてるシーンぐらいだよねあそこぐらいしか見せ場がなかったから、ほら少し休もうかとかいやらしいこと言っちゃって、うん、気分どう。もう大丈夫、結構楽になってきた。ほう、私より新人くんは大丈夫。新人くんってのはやめてくれよ、同期なんだから翔子ちゃんとはだっていい空気だな。先輩たちみんなそう呼んでるじゃない。そりゃそうだけど、それになんかぴったりイメージ決まっちゃって、新人くんって。そんな風に見える。見える見える。それよりかわいい、僕は平気だよ、なんせ。ん、あ、Vサイン。違う、2回のリバースでお腹すっきり何言ってんだよ女の子相手にあ、かわいいなんだ、翔子ちゃんここに来ていいな。あれ前から聞こえ、終電なくなっちゃったよ。何、映画に興味持ったのっていつ頃からなの。僕そうだな、小さい頃から好きだったよ、テレビもよく見たし、小さい映画館があって4本立てとかやってたんで見に行ったりしてた。そうなんだ、やっぱり将来はそっち方面の仕事するつもりなの。いやできたらいいんだけどね、
今日本じゃなかなかね、できれば海外にでも行って勉強したいけど。海外ってやっぱりハリウッド。お、夢はでっかくハリウッド。そうだね。そっか、いいな。なんかどうしてハリウッド行きますから。私なんてハリウッドの男になります。ハリウッド雑魚イスケになります。それは違う、それは芸人だわ。ショゴちゃん何かやりたいことあったの？よかったら話してくれない？そんなことよりまずちょっと近場にあの綺麗なお城みたいな場所があるからそこに行かない？ご休憩しない？私今メイクやってるじゃない。ああ、メイク担当。メイクアップアーティストになりたかったんだ。なるほど、そうなんだ。道理でうまいと思った。メイクすごく本格的だったから。自分はあんまりしないけどね、誰かにメイクしてあげるのを好きなんだ。だんだんその人が綺麗になっていくのを見てるのを楽しいの。なんていうか魔法みたいじゃない？メイクは魔法。そっか。いやでも翔子ちゃん自身がハイパー可愛いんだけどな。でもさ、親は大反対でね。親の世代から見るとよくわからない世界じゃない？ああ、型がないみたいな、安定しない仕事っていう。メイクアップアーティストって言われてもって感じ。親から占めればやっぱり心配なんだよ。でもそれって自分でやってみてダメだったんなら諦めつくけど、やろうとしてる目をいきなり摘んじゃって頭ごなしにダメっていうのも変よ。私まだ何もやってないのに諦めきれない。うんうん、僕だったらそうだな。自分で学校行くかな、バイトしまくって。私も考えた、それ。でもその学校ってすごくお金がかかるの。学費か生活費どっちか持ってもらわないと無理だったの。普通の大学ならいくらでも出してくれるのに、うん、それにやっぱり君と一緒で海外行って勉強しないと日本じゃトップクラスになれないし。でもさ、今からでも遅くないよ。大学出てから少しの間働いてお金貯めて、それから勉強すれば。うん、そうだよね。なんか新人君見てたら元気出てきてさ。だって毎日一生懸命なんだもん。そうかな。新人君ってのはやめてくれ。なんかいい空気本当に、ね、ここにずっといてもしょうがないから、いつものとこ行こうよ。おい、始まっちゃうよ。おい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 、これ18禁ゲームだっけ。新人君優しいから、きっと恋愛ファミレスだった。似てるんじゃないかなって思う。心温まるような映画、いつまでもいつまでも時代を超えて見られるような、そんな恋愛映画。恋愛映画、そうかな。僕自身はアクションとかサスペンスなんかが好きなんだけど、いやもうアクションもサスペンスも十分堪能したから、このゲームで。こっから恋愛映画の始まりですよ、これ。翔子ちゃんと知ってるの私。おい、きっと恋愛映画が向いてると思う。サスペンスもいいけどね。知ってるって僕のこと。大学入ってすぐくらいかな、ちょうど雨の降り続いてる日に見たの。大学の裏門の隅にボールが捨てられてたのをずっとずっと悩んで、タオルにくるんで困り果てながら連れて行ったでしょう。へえ、そんなことあったんだ。あれ見てたの？うん、偶然。あの時は困ったよ。かわいそうだし、雨降ってるし。あの犬の顔を見てほっとけるやつなんているのかな。そのままにしておけなくて、つい後先のことを考えずに。だから優しいのよ、自分が困るのも考えずに犬を思って拾ってっちゃうなんて。そんないい場面を見ちゃったか。大人になるとなかなかね。あの後困ったよ、引き取ってくれる人探しても大学中駆け回ってね。それも知ってる。そうなの？あちこち聞き回ってやっと見つかった時はほっとした。そいつのところ大の犬好き一家でね、ちょうどその頃飼ってた犬が死んじゃったばかりで家族中から喜ばれた。この前会いに行ったらこんなにでかくなってて。ほら、優しいじゃない。私おいおいおい、そんなとこが好きだな。おいおい、なんだこの恋愛映画。ごめんね、驚かしちゃった。今のさ、まだ翔子ちゃんがタオルくるくるくるってやるのもよかった。
ったね。何これ、ニヤニヤが止まんないんだけど、ありがとうつって、あ、手が、あ、かわいい翔子ちゃん。実は僕も知っていることがあるんだ。私のことで？いや、これはちょっとね、赤坂美月と部長を飛び越えて翔子ちゃんルート、翔子ちゃん株が爆上がりですよ今回。去年の秋頃かな、駅のベンチで小さな男の子が一人いて、その子に話しかけてたでしょう。ああ。ずっと見てたんだ。あの男の子、誰かを待っていたでしょう。それで翔子ちゃん、その子にいろいろ話しかけて相手してあげてたでしょう。でも待ってる人がなかなか来なくて、男の子ついに泣き出しちゃって、で近くの交番だっけ、めっちゃ見に行って、めっちゃストーカーしてんじゃん俺。なんか翔子ちゃんが犬拾ってるとこ見てるっていうのは可愛らしいけど、俺が翔子ちゃんのことをずっと見てるっていうのはなんか気持ち悪いな。犯罪の匂いが、このままお前さんに捕まる気配がするんだけど。ああ、その子の父親だったのかな、交番の男の子を見つけて、そしたら翔子ちゃん、え、泣いちゃってる。男の子にも大きな声で泣き出して、周りの人たちをびっくりさせた。優しいじゃん、そういうところ好きだな。今の時珍しいよ。そう、僕さ、ずっと心に引っかかってる女の子のイメージがあったんだ。でも今気づいた、いや、思い出した。あの時はぼーっと見てたけど、そのイメージずっと今も心の中にあって、僕の全ての女の子のイメージは、あの時大声で泣いていた女の子そのままなんだって。僕このイメージを忘れたくないんだ。さっき言ったのも、もし本当ならイメージだけじゃなくて現実にしたい。リアルに身近に感じていたいんだ。おいおい、それってどういうこと？いつまでもそんなイメージの女の子がそばにいてくれたらってこと。あ、泣いちゃう。翔子ちゃん、ごめん、変なこと言って、お願いだから泣かないで。ここで号泣翔子ちゃんか。すげえ、翔子ちゃんと付き合うルートか。え、でもこうなると、あ、終わりだ、終わった。これはグッドエンド。美月ちゃんには悪かったかなって思っちゃうけど、こういうのもあるよね。私の出番が。美月出番なし。いや、平和なダブルキャストいいな。平和だったな。あ、ノーマルエンドになるんだね。ノーマルエンド1、翔子。これめっちゃ良かったじゃん、翔子ちゃんエンド。いや、これはいい恋愛映画だったな。で、ほんと美月が出てこないと平和だな。すごいな、こんなに変わるもんなんだな。なるほどね。いや、翔子ちゃんルート面白かった。翔子ちゃん株爆上がりだわ。ちょっとじゃあもうちょい選択肢選んでみるか。一軒目春眠はお酒を飲んで、二軒目で帰るルートだとどうなるかちょっと試してみよう。せっかくなんで、今回はもう番外編をひたすら楽しもうという回になりました。予期せずなりました。じゃあこっから番外編ね。はい、毎度ありがとうございます。まずここは飲みに行くと。さすが AK ひいきの店、たっぷり堪能させてもらった。それでは新たな気持ちで次の店に臨もう。翔子ちゃんルート見た後にあの虐殺ルート見れないね。大虐殺ルート、翔子ちゃんがかわいそうすぎちゃうんだけど。もうちょっとなら平気かな。だね、次。よし、決まった、もう一軒行くぞ。ここどこだろう、なんかちょっと秋葉原っぽいんだけど、違うかな。ありがとうございました。秋の空、やっと調子が出てきた。舞台どこなんだろうな。準備運動は全て終わり。でも多分東京。本当の戦い。ああ、かな。どうなんだろう。用意はいか。あ、でここで帰ろう。行くと美月と出会っちゃうよね、もうね。僕は帰る、もう帰る。
これ以上付き合ったら殺されるこれ以上付き合わなくてもあいやまあそうなんだろうふうなんとか逃げられた。でも酔ったままのダッシュは相当きつい。それにもかなり眠い。あでも同じかなこれ。目の前ゴミ捨て場だけど眠っちゃうと結局三月に出会って本編入っちゃうよね。眠気なぞにしよう。寝ない。コーヒー飲めばなんとかなる。荒れた生活送ってんな。おなんか新しいルート入ったぞ。翔子ちゃん来い。翔子ちゃん翔子ちゃん来てくんない。いい香り。あえこんなパターンで三月。ハンバーガー屋のカウンターで熟睡できる女性って珍しい。おいどこ見てんだよそれにあんな格好彼氏の前では絶対見せられないよね。動いた。聞こえたかな。うわめっちゃ後ついてるけど。みつき、何これどうした。いやすごい顔してたな。かわいい。かわいいはかわいいな。寝癖が。わははははごめんね、大声で笑って。でもどうしてこんなところで寝ちゃってたの？飲みすぎちゃって。少し休むつもりが、そのままぐっすり。へえ、でも他の友達とかは？うん、一人で飲んでたの。一人で飲んでた。まさか焼け酒？うん。そうなんだ。そう。焼け酒だったの。急に彼から別れたいって。ほう。君の気持ち彼に言ったんでしょ。うん。でもどうも好きな子がいるみたいで。そうなんだ。そのことはどのくらい進どのくらいまで進んでたんだろう。何聞いてんだよそのことはどのくらいまで進んでたんだろう。まずい。また余計なこと。でもこれって要は志保のことを言ってる。ごめん。とにかくもう一回ちゃんと話した方がいいと思うよ。月並みだけど気を落とさないで素直になって話せば、そうだよね、志保のこと言ってんだな。よし飲み直そう。こんなところで話してちゃ余計に暗くなっちゃう。そうだね、いつまでもうじうじしててもしょうがないよね。ほう。いませんね部長。宣伝足りないんじゃないか。部長やはりここは私が脱ぐということで。何言ってんだ。それなら部長私も自信があります。何をなら勝負だ。どう望むところそれでやうわすごいことになってんな。マッスル研究部じゃねえかこれ。皆さん大変長らくお待たせしました。代わりの女優すごくいい子を見つけてきました。代わりの女優、これ要は美月が、あ、いや、あ、名前は美月、赤坂美月。ここから本編入ってる、もしかして。赤坂さんね。え、序盤のところ出会いと過去姫のねえの話をすっ飛ばして本編入ってきた感じ。いいよ、合格。いいのいいの。既読スキップはできない。この先にセリフ少ないし、それよりも女優は顔、それに表情。決まり。早速撮影に入りましょう。北村は？今日は二日酔いとかで来てません。二村が来てない。いやでも微妙に話がやっぱ展開が違うな。プールの締め切りまで間に合わないわよ。みんなも準備いいわね。おお、みんなテンション爆上がりですね。可愛い子が来たから。うわ、二村なんだ元気じゃないの。可愛いこと聞いて黙って寝てるほどの男じゃないっすよ僕は。へえ。あ、翔子ちゃんだ。で、お楽しみのヒロインだけど、ほら、あそこ。うん。え？ヒロインって彼女のこと？そうだよ、僕がスカウトしてきたんだ。何かご不満でも二村。
帰る。お、二村、おい、なんだよ、何がいけないんだよ。ダメ、彼女は絶対ダメ。なんで。あ、とにかく彼女がヒロインなら僕は降ります。さよなら。お、なんだなんだ、まさか美月ちゃんの付き合ってた男が二村、嘘だろ。二村が付き合ってた、それは、今からでも仲直りってできるんですかね。それって無理じゃない。二人が今どうなってるのか私たちには分からない。完全にイフストーリーってことだと思うけど。なんだ二村、いい思いしてんじゃないか。おい、僕としてはヒロインは美月ちゃん以外考えられない。多分このルートの美月ちゃんはサイコパスな多重人格ではなくて、美月ちゃん本人というか、普通の子なんじゃないかな。カメラだって二村でないと。二つは取れないわ。これはイフストーリーって捉えていいんじゃないかな。二人が前のような関係に戻れるんだったらよりいい映画撮れると思うけどね。しかしこのままだと撮影も進まないしね。なんとか手を打たないと。うん。お、美月ちゃんと話してみます。二村と話してみてもらえませんか。どっちがいいんだろう。美月と話してみるか。うん。はい。いや、やっぱ同棲してるわけじゃないんだもんね。同居してるわけじゃないから完全にフルートだ。話があるんだ。美月、今のお前はサイコパスじゃないんだろ。ここじゃなんだから下で待ってる。はい。二村と付き合ってたってでもな。あの、私も映画には。なんだろうこの嫉妬。どうしても映画嫌。映画に出るのは嫌じゃありません。でもあの映画に出ると多分これも過去姫のネアじゃないね。撮影してるのね。二村と会わなくちゃいけないから。それなら別のやつに撮ってもらうよ。僕が撮ってもいい。他の連中も君のこと気に入ってるし。いえ、そうじゃないんです。映画撮って上映されて嫌でもあの人見るでしょ。私の知らないところでスクリーンの私見られるの嫌なんです。本当はそこにいない嘘の私を見て、笑顔の私見て、私のことを過去の女として思い出すんだわ。そんなの嫌なんです。そうか。前に初めて会った夜に行ったけど、二村と話をもう一度。あれから会っていません。私たち終わったんです。二村に連絡取ろうとしなかったの。一度電話しました。いませんでした。留守電にメッセージ入れたけど。二村は二村でなんでこんないい子、こんないいサイコパスの子を振ったんだよ。ごめんなさい。こんなサイコパスなかなかいないよ。ほんとサイコパスなんだから。すいません、僕が悪いんです。新しいヒロイン探した方が良さそう。ああ、三月交番。三月交番か。待ってください、もうしばらく時間ください。もう一度だけ。それでダメだったらその時はお願いします。赤坂さん、僕の思っていることを全て書きます。正直今まで自分のことをばかり考えていたと思う。映画に出てほしい、ヒロインを演じてほしい、ただそれだけだった。この映画を撮り始めてからずっと足りないものがあった。それが何なのか心の中でずっと自分に問いかけてきた。でも分からず今までやってきた。でも君と会って分かったんだ。君こそがこの映画のヒロインになるべき人なんだよ。ダメだ、スラスラ読めない。君こそがこの映画のヒロインになるべき人なんだと。君はこの映画の良さを 100%、 いや 200% にもしてくれた。分かってもらえるか分からないけど、僕だけじゃなくて他のみんなもこの映画に一生懸命なんだ。君が二村を心から思っていたんだってことは僕にも分かっているつもりだ。でももし今でも二村のことが好きならそのままでいいのかい。君が毎日辛そうにしていたら逃げてばかりじゃ二村も辛いんじゃないか。たとえ顔を合わせなくても僕の知らないところで悲しんでいるんじゃないかって思ったら、きっと心が病むと思う。
遊びで君と付き合っていたわけじゃないのは君が一番分かっていると思うし、もし今でも二村を思ってくれているんだったら笑ってとまでは言わない。でも元気にやっていける自分を二村に見せてあげてほしい。なるほどね。今度の撮影の日僕待っているから。これはもう完全になんか映画ルートって感じだね。来るかね、わかりません。でもおはようございます。ウェイって翔子ちゃんかい。翔子ちゃん、翔子ちゃんメインヒロインでいいんじゃない。翔子ちゃんか。おはよう。私が来たらそんなに不満ですか。だってメイクの腕も振るわないでしょ。お、なんてヒロインいないんだから。ちゃんと来てますよ。ほら、ここにいるのはメインヒロイン赤坂美月登場。頑張ってみます。一度引き受けたんだから最後までやらなくちゃ。逃げてばかりじゃいつまで経っても子供のこの美月は普通の女の子だね。北村君が嫌でなければカメラマン彼で行ってください。それで映画が良くなるなら。僕の方も問題ないです。お、二村部長、撮影始めましょう。なんか吹っ切れたな。お前どうやって美月と知り合ったんだよ。バッテリー OK か。どうやって生存してるんだよ。カメラよし。じゃあそろそろ行くよ。お、あ、でもその二村のカメラに笑顔を向ける美月、それはいいな。よーいスタート。おお、これで終わり。ジエンド。なるほど、完全にイフルートって感じだったけど平和なお話だったな。いやー、参ったね。僕ばっかり目立ってって。あんた、ずいぶん性格変わってるような気がしない？確かにこのルートの二村別人だったような気もするな。あ、英検。なるほど、英検ルートか。いや、でも途中でちょっと気になったのは、部長とファミレスに行った時に、部長に二村を任せたらまた違ったのかな、話が。ちょっとそこだけ気になるんで、ちょっと、もう一回やり直そうかな。ちょっと動画的には一気にスキップして、そこのファミレスの部分まで行こうと思います。さあ、この選択肢ですね。さっきは美月と話をしたんで、二村と話してみてもらえませんかって部長に頼むルート。こっち行ってみよう。男の僕より女の子の気持ち伝わると思いますから。そうね、分かったわ。可愛い後輩の頼みだからね。ありがとうございます。でも美月ちゃんにはあんたが話すのよ。あー、変わんないかな。で、あ、いや、その好きになった子っていうのはうちの部の子。まああんたの場合交際範囲広いからね。すいません。あら、しおらしい。で、今度の子って美月ちゃんより可愛い。そうだ、そういえば二村好きな子。美月ちゃん結構レベル高いもんね。あ、はあ。もう白状したら、それとも新人君との仲疑ってるの？いえ、どちらかといえば美月が新しい恋してくれたら僕もやりやすいかなって。その、はあ、彼女はあなたとのこと忘れたがってるのよ。いいのそれで。僕、何？僕今までと違ったんです。ずっと自分が分からなくて、いろんな女の人と付き合ってきたけど。マジか、意外とプレイボーイ。他の女の子に目がいっちゃったり、約束すっぽかしたりするのも。ろくでもねえな、お前。大体はすぐギャーギャー騒いだり、毎日電話しろとか自分のことだけ見てろとか。でも美月は違った。いつでも笑顔で迎えてくれた。何をしても大丈夫って顔で。そうだよ、美月はいい子なんだぞ。美月というか志保ちゃんというか。好き勝手にしてたけど。美月にトラウマ植え込んだのお前じゃねえだろうな。美月と離れてるとすごく気になるようになってきて、落ち着かなくなって、そんな自分が分からなくなって、きっとどうかしちゃったんだって怖くなって、美月に別れようって言っちゃったんです。こんなことって初めてだったんですよ、この年にもなって。なるほどね。二村なりに悩んでたわけだ。ですよね。あいつ
美月のことを気に入ってるようだし、美月の方もまんざらじゃないみたいだから。わかったわかった、うん、自分に正直になりな。後で後悔することになるよ。できますか、こんな僕でも。思った以上にしょうもねえやつだったな、二村。来るかね。あ、これで。おはようございます。翔子ちゃんが来て。なんで同じ展開かな。翔子ちゃんか、おはよう。私が来たらそんなに不満ですか。だってメイクの腕も不安ないでしょ。過去の恋をね、乗り越えた二人っていうところで。ちゃんと来てますよ、ほら。メインヒロイン赤坂美月。美月ちゃんの方はもう俺がよろしくやっといたんで。頑張ってみます。一度引き受けたんだから最後までやらなくちゃ。逃げてばかりじゃいつまで経っても子供のままだって。そう思って二村くんが嫌でなければカメラマン彼で行ってください。それで映画が良くなるんなら。照明よーい、バッテリー OK か。照明よし。おい、手貸せよ。お、二村、なんだよ。はい。お、バトンタッチ。なんだよいきなり。なんだよ一体。今日からカメラはお前が担当。あ、マジ？女子に回る。いいから座れよ。今のハイタッチ良かったな。ハイタッチではないか、バトンタッチ。わ。カメラ準備 OK です。それじゃそろそろ行くよ。よーい、スタート。おお、こっちはこっちでいいな、この終わり方はな。うん、なるほどね、二村。まっ全く世話の焼ける部員たちだね。本当ですよね。あんたのことよ。なんか本当平和、平和な英検いいな。ノーマレンドさん親友。おお。一応これで選べるところは全部選んだんじゃないかな。あ、でもノーマレンド6つもあんのか。へえ。でも今の段階で選べるのは。多分選んだはず。あ、途中で寝るのとかは選んでないか。どう、あ、どうなんだ。でもとりあえず今回はここで一旦区切るか。番外編をちょっといろいろやってみたっていうことで、翔子ちゃんと二村のメガネコンビが大活躍っていうところで、いや、いい番外編だった。なんか、こういうね、今まで、ね、生きたり死んだりするのが大変だったから、平和なみんなのダブルキャストのみんなが見れたっていうのは、ね、あれ？やっぱり汗臭いよ。なんかオープニング変わった。お風呂入んな。大丈夫、優しいの知ってるの私。なんかいいね。普通の恋愛ゲームみたいなオープニングになった。そうかもね。部長とイチャラブルートはないのかな。いつも思ってるけど、部長は難攻不落なのか。ちょっと寄りかからせて。ウェーイ、いいね。恋愛ゲームダブルキャストいいね。なるほど、英検のいろんな日常。まあその二村のことも良かったけど、やっぱ最初の翔子ちゃんの破壊力すごかったな。翔子ちゃん可愛かった。すごい良かった。ただまあ、もっとそうだな。普通にじゃあダブルキャスト本編として、グッドエンドをちゃんと見ていかないとなっていうところですよね。ちょっと次回からはまた本編に戻って、殺戮の英検、狂気の英検に入っていこうと思います。さあ、誰かが生きたり死んだり、大変な日常に戻りますけどもね。はい、今回はこの辺で。ご視聴いただきましてありがとうございました。撮影終了。